これがトップで、このままこう、そう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 、おそう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 、1、2、の、ここの、これ構えた、ここで2で動いていくよ。ここの時間が長ければ長いほどいいから、なんでここが長ければ長いほどいいか分かる、ほらボールが長く見れるじゃん、これ1、ここで2ってさ、これが1、2、こう出たらボール見るの短い、よりボールをここで長く見てる、1、2、3じゃなしに1、2、の、3で OK、うん、タイミングすごい大事だから、はい、行くよ、1、2、の、そうそう、それぐらいの余裕 OK、 はい、ここの第2パンとそれを着て構える、そう、それで行く、それで OK、 ここのベースのラインに対してこれもしっかりまっすぐ構えると、ここの構える足もしっかりまっすぐしたい、これちょっと開いてる、そうそうそう、これなんでこれ、こう開いてしまったら、開いたらこっちに逃げていくだろう、力がで、まっすぐした状態でこっちの左股関節が外に逃げないように、こうそのためにこれがまっすぐかちょっとこっちに入ってくるみたい、しかし全部こうグッと張って入ってくる、 OK、 これしっかり大事にして、で構えて、でこの肘が山田くん左投げ、はい、傘左で持つ、ちょっと左で傘持ってみる、こうやって持つだろう、これ肘どっち向いてる、そう、こうやって構える、はい、そうやって構える、傘持ったイメージで、そう、でこうやって構える、で、足を、その状態でいきたい、はい、1、でね、打った後ちょっと一回ストップして、打った後ストップね、1、2、6、ストップ、それだったらまだいいわ、たまにこれこうなるときだよ、こうなってお尻ってこう下がってくるから力が入らない、こう最後親指で回るぐらいで、このかかとの裏がキャッチャーにこうね、これキャッチャー見えてるから、そこでフィニッシュ、これが今この状態で回っていったろ、左のお尻が前に向いていくようなイメージで振っていいから、左のお尻を前に体がこういくようになるのに、左の尻を最後前に出す、そう、その意識、はい、したらこのお尻下がらんから、こうやって回っていかんから、はい、いくよ、左足をまっすぐ、そう、はい、2、6、お尻、でこっちのお尻をこう前に出す、じゃあ自然とこうなってくる、でこっちのお尻を前に出す、6、そうそうそう、それぐらいでいって、はい、いい感じ、続いてはトップからバットの入り方、縦から横、縦から横、ここの先端を大和くんのこの頭の後ろに落としてあげて打ってあげる、まだ向こうがまだ縦横、そうそうそう、そう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 、今のいいよ、そのイメージでいくよ、はい、3、1、2、6、 OKOKOK で、最後の回した時の左足がどうなってるか、そう、 OK、 はい、
かかとが、かかとの裏がキャッチャーに見えるがいいか。かかとの裏がキャッチャーに見えるから自然と親指の裏で回れてくる。基本的なことをきっちりで、その中でしっかり振る。はい、よし、おっ、おー、いいじゃん。ナイフ、おっ、おー、ほほ、めっちゃ綺麗。うん、頼むから、おっ、おー、クレスインとか、尾道前とかそう、それぐらいのシーン。はい、お、もうちょっと回れるよ、じゃあしよう、はい、お、おっしゃ、おいいよ、ちょっとまだ上体開くの早いけど今はいい、それぐらいしっかり振って、うん、で、バックスイング一緒よ、まっすぐのライン対象をまっすぐ行くだけ、これが相手ボールです。 OK、 はい、挟まったまま、はい、挟まったまま、はい、おお、ここで、ここでストップして、ストップしたところでストップ、1、2、ストップ、これが今のこの状態です。この状態も、この状態、閉じたまま、閉じたまま肘から入れる、この状態、これがトップ、トップでこのまま肘をこう入れて、あ、なんだ、そうそう、この、このまま肘をこう中に入れる、こう中に入れる、そうそう、肘を中に入れて打つだけ、これがこう沈着並んでいます。肘は閉じるけど真横にこう、真横にこう打つだけ、そうそうそう、それを肘が変えない、これをで、このままこう、そうそう、おっ、はい、おー、おっ、はい、ジン、よっしゃー、そう、今ぐらいの回しね、はい、OK、 真横に、こっちに、背中側じゃないですか、真横、よし、おっ、おー、今日、今日、今日、それぐらいでしょ、はい、おい、おい、バッチン、おっ、そう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 、ね、なんか質問ありますか。でもバッティングはすぐには良くならんから、うん、毎日の積み重ねがすごい大事だから、しっかりやっていかないとまた忘れてまた戻っていくから、しっかり毎日続けること。今日どうだったんですか。はい、はい、なんか質問ある、うーん、あるかな。まずその2つ直してみ、みんな大和君も一緒、うん、一緒のことだけ、あの、このグリップを揃えるのと、まっすぐのラインに対してまっすぐ肘が入っていく、で、肘がこう開いていかない、傘持ったイメージはこういくだけ、これまず確認直してみ、はい、OK、で、縦から横っていく、縦、横っていく、簡単だろ、難しい、どうした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました、はい、チーズ、おっしゃー、このチャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。